こんばんは、金利館通りの藤村です。今日は営業の LINE じゃなくて普通の LINE が来るのはどうしてですか、というお話をしたいと思います。お店で初めて会った女の子や何度か指名している女の子と連絡先を交換して、お店に来てという連絡しか来ないのかと思いきや、何気ない内容の LINE が頻繁に来るんですが、これってどういうことですか、という質問をいただくことが時々あります。これってどういうことですか、という質問には、もしかしてプライベートで仲良くなれる可能性があるんですか、という期待がこもっているんだとは思いますが、ほとんどの場合何気ない内容も営業の LINE です。ご来店ありがとうございました、次回のご来店もお待ちしています、なんていう直球の営業丸出しメッセージは、よっぽど売れていて指名に困っていない子か、逆にあまり業界慣れしていなかったり営業が得意じゃない子の可能性があります。普通はお店に来てくださいというメッセージの方がプロっぽくて擦れている感じがして、今日は寝坊しちゃったとか、今日は何々さんが夢に出てきちゃったんだけどなんでだろう、みたいな一見何気ないメッセージの方が素人っぽく感じるかもしれませんが、逆です。それほどそんなに営業感たっぷりのメッセージは全くお客様に響かないってみんなわかっているからです。新人の時の接客マニュアルにもありますが、金額の高いお店ほどお客様とは基本的に連絡先を交換するように勧めますし、お客様への連絡は何気ない感じの普通の話題をするように指導もされています。普通の会話のやり取りをしている中で、会いたいな、もっと話したいなと思ってもらって来店の約束につなげることが目的です。これはお風呂屋さんに限らず、ホストもキャバ嬢もみんな一緒です。連絡を取るというそれ自体が営業努力で仕事なわけです。じゃあお客様側がお店に行くよと言い出さずに、そのまま普通のやり取りを続けていたらどうなるのかというと、それは徐々に連絡の頻度が減っていくだけで、怒ったりされることはありません。半年も顔を出さなかったら、そのうちに定期的に連絡をするお客様リストから外れて、以降時々ダメ元で連絡が来るようになるだけです。ただほとんどのお客様はそういうことを分かっているので、何度か連絡のやり取りをすると、そろそろ行かないとなと予約を入れて遊びに行きます。ホストに遊びに行く女の子もその辺は同じで、普段マメに連絡をくれるからバースデーはシャンパンの1本くらい入れないと悪いかな、みたいな義理を感じてお金を使ったりもします。でも中には本当にプライベートな連絡をくれるということはお店に行かなくてもいいってこと、と解釈をするお客様もいるんですね。俺たちこんなに LINE で仲良くしてるし、次の休みに遊びに行こうよ、みたいになると営業は失敗したということで女の子は困ります。こんな時には、忙しいとか体調が悪い、メンタルが病んでると、逆恨みされないようにやんわりとかわしながらフェードアウトしていきます。とここまでの営業の話を十分すぎるほど分かっているあまりに気を使いすぎてしまって、女の子から LINE が来ても一切返信をしないお客様というのも一定数います。その代わり自分の来店予定がある時だけ自分から LINE をして要件だけを伝えるという感じです。このタイプのお客様は礼儀正しくて遠慮気味で綺麗に遊んでくれるいいお客様なんですが、そんなに気を使わなくてもとこちらが恐縮してしまうくらいです。LINE の連絡に関してもそこまで気を使わなくても、定期的に指名で通っているなら女の子から来た日常的な LINE に返信することは何も問題ないです。女の子からすれば LINE は無視されるけど、自分がお店に行く時だけは連絡が来るというパターンって、いいお客様というよりもむしろ何を考えているのかよくわからないお客様という印象になっている可能性もあります。あまり長引かせたりはしないで 2,3 往復のやり取りで終わらせるなら、女の子にとっても次の来店の時の話題にもしやすいから迷惑だなんてことはありません。むしろ無視する方が、この前の接客で何か怒らせてしまったかなと余計な気遣いをさせることになります。
あとは女の子に気を使ってるからとかじゃなくて、本当にお店の子からの営業ラインが鬱陶しい、返信するのがめんどくさいというお客様もいるんですが、その場合は直接言っちゃって大丈夫です。結婚してるからとか仕事が忙しいからなどの理由を説明して、お店に行くときは自分から連絡をするので、そちらからは一切連絡をしないでくださいと最初に前置きをするお客様もいて、それはそれで言ってくれて助かるとこちらも思います。それにそこまでドライな感じで割り切って遊んでると分かるお客様って、接客のたびにちゃんとしなきゃと思われます。自分にガチ恋で通ってくれてるわけじゃないと分かるので、ガチ恋のお客様相手にはどうしても出てしまう甘いや安心感が一切持てないんですね。普段の些細なつながりなんていらないから、お店の中でのみしっかり接客してもらいたいという方は、連絡先を交換しないか、こういった前置きを伝えておいた方が長く通っても緊張感を持って接客してもらえるかもしれません。はい、というわけで今回は、営業ラインじゃなくて普通のラインが来るのはどうしてですかというお話をしてきました。どうしてかという質問に一言で答えるなら、それも仕事のうちだからですということになります。ただそれでも来てほしくないお客様や嫌なお客様にまでそんなに熱心に営業することはないので、お客様だけど話しやすかったり一緒にいて楽しかったり、少なくとも嫌われてはいないはずです。その上で LINE のやり取りですごく女の子を楽しませることができたり、お店に行った時に女の子が一緒にいて楽しいと感じる瞬間が多くなれば、その先の関係はどうなるかはわからないですね。それでは今日はこの辺で、お上がりなさいませ。